こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はですね、季節体験と基礎からの体験の違いについて分かんないですっていう声をね、よくお問い合わせいただくので、2つのね、違いについて教えていただけたらなというふうに思います。広報の香山です。よろしくお願いします。基礎課主任の吉田です。よろしくお願いします。季節体験っていうのは、年に今2回、3月と6月に1回ずつやってます。高校3年生も来るし、1年生から3年生か、みんな来るかなだったり、ちょっと課によっては既卒生も受け入れたりとかね、するんですけど、水道端の全部の課の先生がその日は来るので、ちょっとお祭りじゃないけど、結構大きめのイベントとして設けているものですね。春の体験と、夏の体験が両方ね、大体講習会の前にやる感じなんですよね。かなりね、人数は多く来るし、水道端の大部分のアトリエを使って、今お祭りっていう話があったんだけど、みんなでね、こうワイワイやってる感じです。選考がまだ決まってないよっていう人も全然大丈夫ですよね。そうですね、申し込みフォームのところで、見てっていうのがあったりするんで、決まってないぞっていう人は見てを選んでもらって、もちろん初めての人は多分決まってない人もたくさんいると思うんですけど、気にせず未定に申し込んでくれれば、大丈夫。毎回やっぱり初めての人って聞くと、少なくとも10人ぐらいはいるかな。で、木炭と鉛筆で分かれて、じゃあ初めての人集まってって言って、じゃあ鉛筆削り方からやろうか。木炭ってね、じゃあこうやって芯抜いてふわって粉が出るんだよみたいなところからやってるんで、初めてだとさ、やっぱ実技やるの怖いなとか、ちょっとどうしよう不安とかあると思うんだけど、みんな最初は初めてだし、で、初めての人が一番やっぱ集まってくるのは季節体験かなって思うので、ちょっとやってみたいなとかね、技術のこと知ってみたいよっていうふうに思ったら、ちょっと思い切ってね、来てくれたらいいなって思いますね。保護者説明会とかやってますね。美大受験の概要から、学費の話、倍率の話、受験をしていくお子さんを見てる保護者の方に、これを知っといてもらえると不安が減っていくかなとか、こういう形で志望校選択していったらいいかなみたいなことを、大体1時間半ぐらいにギュギュッとまとめて説明会という形でやってます。参加してる生徒さんはね、その時間帯実技やったり講義を受けたりしてるんで、基本的には保護者の方向けっていう感じなんですけれども、それも一緒に聞いていただけると、あなた美大受験ってこう実技があって、学科とバランスで採点基準がどうで、入試方式がどうでって、プロでやっててもかなり難しかったりするんですけど、そこをなるべく分かりやすく、なんでこういう状況になってるか、今がどうなのかっていうのを説明するような、そういう機会を設けています。基礎科体験はさっきの季節体験と違って、1年間ほぼやってますよね。はい、講習会の期間は除いちゃうんですけど、1学期2学期3学期の間は基本的にずっとやってま す,、やってます。季節体験との大きな違いで言うと、基礎科なので、高校1年生と2年生、が対象になります。季節体験が外からね、来る人がわーっと集まるのに比べて、基礎科の体験は基礎科のね、授業をやってるところに入ってくるっていう感じなので、よりその普段の基礎科の雰囲気が分かるような、そういう体験になってますね。で、基礎科の体験2種類ありまして、手ぶら体験と一課題体験、その2つがあります。手ぶら体験っていうのが、予約もいらない、道具もいらない、何もいらない、何も予約もいらない、絶対あれ言ったか、あれ何もいらない、本当にいらない、基礎科がやる授業の時間前に受付に来てもらえば、そのまま基礎科のアトリエに誘導されてやろうっていう、もうじゃあフラット来て、そう、本当にフラットやりたいですって言ってくれれば、言えば OK、なので高校の授業終わって、あ、行くかみたいな感じで、行っちゃう、フラット来てもらって OK。
水道端に来てる生徒さんが手ぶらで連れてきたよとかって言って友達を学校帰りに連れてくる。めっちゃいいじゃないですかそれ。今日この子連れてきた。あすごい。今日この子連れてきたって。予約ないっていうのはなんかね気持ちって揺らぐじゃない。なんか予約入れてたけどあんま行きたくない日もあれば。ちょっと美術室でさ先輩のデッサン見てさ、うん、あ美術やりたいって思ったけどこの気持ち。なんか1週間後までは持たなそうだけどこの勢いのままちょっと進路そっち気になってたし、うんうん、ちょっとねちょっと予備校行ってみようかなみたいな、うん、その揺らぎに応えられる手ぶら体験素晴らしい。しかも手ぶら体験ほぼ毎日やってますよ、うん、ほぼ毎日ほぼ毎日あの基礎科の授業をやってる時はずっとやってるから大変っちゃ大変なんだけど毎日来るか来ないか分かんないからさでもなんかやっぱ自分が高校生だった時とか考えるとすごい確固たる決意ができてで確固たる決意のもとに予備校入学を申し込み美術を始めるみたいなそういうかっちりした始まり方ってあんまりないような気がしてて、うんうん、ずっと気になってたんだけど、うん、なんかいけないまま日がなんか続いてきて、うん、ちょっと焦りもあって今日蹴りつけてもいいかなって言ってみようかなみたいなねまあ予備校だからやっぱり一番大きな受験だと思ってるんだけど、うん、自分を振り返ってみた時にいろいろ大変だったけど、うん、人生の一番大きい舵を切った瞬間って予備校に行ってみたところだったりするのかなって僕は思ってて、まあ、受験大変だったしボロボロになったりするんだけど大きい人生で考えると自らやってみたっていう瞬間が一つの舵切りだったりするかなって。でも舵切った瞬間って船もそうだけどさ舵切っただけだと分かんない気づかないんだよ。舵切って進んでみてああの時に方向性変えてずっと進んできてこっち来たんだなっていうのが分かったりするから、うん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 、まあなんかそんな思いもあって、うん、なるべく毎日やってんの、うん、一課題で話すとこなくなっちゃう一課題の方は一課題の方で、こっちもね道具はいらないです。で一課題はだいたい6時間から9時間ぐらいで手ぶらはね3時間から2時間半ぐらいなのであの1課題の方がちょっと長いですね。よりがっちりできる。で1課題は予約しなきゃいけない。だからその日の思いには応えられない部分はあるんだけどでもその日の思いに応えられない分じっくりやる。そうですよね、じっくりやる、うんうんうん、でも1課題も結構日程、うん、楽器ごとにばらつきはもちろんあるんですけど、うんうんうん、結構いっぱいやってますね、うん、やってますよね、うん。どっちのが難しい簡単はそんなにない。ここでやる時間の長さの違いはあるんだけど、うんうんうん、難易度的にはどっちも本当に初めての人が来るっていうことを前提に組んでる課題なので、はい、安心して来てほしいなって思いますね。タイミングに合ったそうに、うん、そうなのよ。まあ、要はそういうことですね。自分のまあスケジュールと自分の気持ちと、うん、テンションと、うん、そうでも本当にさっき言ってたみたいにね、こうなんかちょっとわってなった時って、うん、そこが大事だから大事この瞬間にそのちょうど季節体験があるわけでもないと思うから、その時には今やってる体験なんだろうなって見てもらって、うんうんうん、多分基礎科の体験やってるから、うん、でもしやってなかっただとしても、まあ、講習会があれですよ ね、 そうですね、うん、基礎化結構1個のスパンが短いイメージがあるんですけど、そうですね、4日5日6日長くて夏で6日とかかな、うんうんうん、冬だと4日で春は今年5日にしてるんだけど、かなりあの短めの期間なので、うんうん、まあ、試しで1コースまず取ってみてどんな授業やってんのかな、ここ自分と合うかなみたいのをここでやってったら良さそうかなって思ったら、うんうん、本格的な入学考えてくれたらいいかなっていうふうにね。そうだ、基礎科の体験の時って面接、うんうん、あそうだ面接ね、面接、うん、とかってどうなってますか。やってますよ。やってますやっぱり始めたてでこうどう勉強してたらいいかとか、うん、何かに進もうと思ってるとかね、うんうん、まあ、高校で部活あるんだけど水道端に通えるのかなとか、やっぱりいろんな心配がね、そう、あるかなって思ってて、あのどの体験入学もあの全員面談をねしてます、うん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 、歯が決まってる子って結構いるんですか、面接の時点で。なんかね、完全に決まってないって言うんだけどよく聞いてくとこれ以外ないよねみたいな子は割といたり、そんな感じの話はしてるかな、うんうんうん、
うん、ただですね。あ、そうだ、全部。確かに。講習会はお金取るんだけど、講習会は取るんだけど、体験入学は体験入学って名前だけあって、あの無料でやってますし、あの道具もね、画材も全部準備してるんで、はい、案外なんか予備校の決め手ってどこだったのとかって聞くと、なんか行って雰囲気合いそうだったからとか、なんか行って雰囲気合わなそうだったからとかって、まあ、そういうのを感じるのにね、来てもらえるといいのかなってね。うん、最後もう一回、申し込み方法というかは、うん、全部基本的にはもうウェブからなんですけど、うん、手ぶらは申し込みがいらない、うん、でも季節体験と基礎科の1課題だけはちょっと申し込みが必要なので、うん、水道型のホームページから申し込んでもらう感じになります、うん、なりますね。じゃあ大丈夫かな、うん、OK です、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。